はい、皆さんおはようございます。さあ、梅雨の季節にらっきょうできております。この葉っぱが黄色く、茶色く倒れたらこの収穫のサインですね。ではちょっと掘ってみましょうね。本当はこの雨が降ってない時に、乾いた時にやるといい感じなんですけども、まあ梅雨ですんでね。はい、おお、できてるできてる、らっきょうですよ、らっきょう。これを甘酢漬けにしてね、美味しくいただけるというらっきょうですね。やっぱり自分が取ったらっきょうというのはなかなかね、おー、できましたできました。いいですねいいですね、らっきょうできておりますよ。はい、こうやって束になって育つんですね。ほらほらほら、らっきょうですよ、らっきょう。もうらっきょうのいい匂いがしておりますよ。あのね、らっきょうがこんな形でできるんですね。いやいやいや、取れました取れました、らっきょう。なかなか自分でらっきょうを作った経験のある方なんていないんじゃないですか。こういうらっきょう作れる、これが家庭菜園の醍醐味ですよ。